円楽寺は山梨県甲府市宇ばくち町にある寺院。新聞州地山派の寺院で、3号は七角山。本尊は薬師如来。明治に神仏分離が行われるまで五社権源の別当寺であった。所在する甲府市宇ばくち町は、甲府盆地南部に位置する。盆地南端に伸びる染丘陵上に立地し、南側には、 笛吹川の支流、七角川が流れる。また、三坂山地北六に位置し、背後に位置する尾根城に、六角道跡や行者道跡がある。貝の国と駿河国を結ぶ街道の一つである、中道王冠の沿道にあり、中世から近世に貝における、主限道の拠点となった。中世にはしばしば戦火の影響を受ける。貝の国社紀、寺木によれば、 大宝元年に縁の行者により創建されたという。さらに、仁気元年に行記により再興され、官武天皇の頃には国家鎮護の祈祷道場になったという。日本礼域によれば、縁の行者は文武天皇3年に伊豆へ流罪となった後に、十二の行場での修行を経て、富士北六二号目の行者道へ向かい、富士登山道を開いたという。 南北朝時代の昌平6年、官能2年には、当時付近で南朝方として活動した回収後、武田正義の弟、帝政が北朝側と見られる小笠原正長に攻められて敗北している。昌五院門関の道京の開国雑記によれば、室町時代後期の文明19年には、道京は諸国巡礼の際に円楽寺に滞在し、 漢王を模様し、吉田へ向かっている。開国雑記では、円楽寺は霊地であり、多くの僧や山伏が集っていたと記している。戦国時代には、大大記永翔13年9月8日上によれば、同年には、駿河国今川氏の進行で、同境を消失している。工事2年には、武田春信による、治療安堵を受けている。武田氏滅亡後も、徳川氏による、 治療安堵を受ける。明治11年には、火災で本堂が消失し、大正6年に再建される。貝の国史仏寺部によれば、江戸時代には、新言集大号寺法王院の末寺で、新言集団林七か寺の一つに数えられている。貝の国における、本山発主源堂の拠点となり、六角堂は貝における66部開国農協の農協所の一つであったという。 また、国市によれば、寺では、行者道に僧を派遣して、石船を徴収して、不自動車への手法を行い、登山者に混合杖をせよしたという。2005年から翌年にかけて、前年から開始された山梨県内中世、寺院分布調査の一環として、うば口町岩久保の六角堂跡の発掘調査が、行われている。また、旧うば口村出身の家人、 の山崎放題の菩提寺でもあり、明日である8月19日には放題期が行われている。中世には古代から営まれている図塚造営のほか、小型経図に収めた経典を寺社に奉納することが行われる。所蔵されている円楽寺経図は、全国でも数少ない寺社奉納経図として知られる。66部章の奉納した小型経図で、 高さ1 4 3センチメートルの六角報道型。銅板製都金で、下宇佐国の六十六部制である遠金坊が、元気二年に六角堂へ奉納したことを示す名文があり、内部には、冷凍が収められている。これは高さ8 5センチメートルの、扁平五輪刀系冷凍で、片押しによる盆字が廃されている。ありがとうございます。